今宮祭は、京都市北区紫の今宮町にある、今宮神社の祭礼。毎年5月に行われる。今宮神社は、京都市北区上京区において大きな、宇治国域を持ち、祭礼の規模が、比較的大きな神社として知られている。京都の祭礼というと、八坂神社の祇園祭りが有名だが、近世における今宮祭は、祇園祭と比見する規模だった。 紫の五稜会に期限を持ち、京都を代表する、企業地である西陣の祭礼として発展した。今宮神社本社現在の今宮神社がある土地には、794年の平安遷都以前から疫神を祀った社があったとされる。平安遷都後にはしばしば薬病や災厄が起こり、上泉園、上、五霊神社、下五霊神社、祇園社などで薬病を鎮めるための五霊会が、 営まれた。994年にも、都で大規模な薬病がはびこったため、朝廷は御輿二基を作って、船岡山に安置し、音楽奉納などを行った後、駅祭を平白により移らせて、南波港に流した。民衆主導で行われた、この紫のご了会が、今宮祭りの起源とされ、京都の他の都市祭礼と、同じく最悪忌避を祈願するご礼会として始まった。 1001年にも薬病が流行したことから、朝廷は疫神を船岡山から移し、疫神を祀った社に神殿、玉垣、御腰を作らせて、今宮社と名付けた。大名無知の命、今年の主命、黄稲田姫命の御柱の神が創始された。薬病が流行るたびに、紫の五稜会が営まれ、やがて今宮社の祭礼として定着して、 毎年5月に行われることとなった。創始以来、今宮神社に対する朝廷、民衆、武家からの数敬は厚く、平安時代から鎌倉時代にはもっぱら関西として取り行われた。12世紀半ばには、正常不安から祭りが衰えていき、やがて開催時代が途切れたが、13世紀半ばには、復活し、その後は、 室町時代を通じておおむね毎年営まれたとされる。江戸みの応米8年5月9日上には、お旅所に関する記述が初めて登場し、また、祭礼の費用は、宇治こ地域の地高線から捻出されていたとされる。道欧二29年5月14日上には、鉾に関する記述が初めて登場する。県鉾は、京都の祭礼に多く見られる。 悪霊を鎮める目的がある、古霊会で最も重要な祭具であり、坂本博士は祭礼に、剣保護が関わる神社として33社を紹介している。南北朝時代から室町時代には、都市の民衆が主体となった都市祭礼に変化していき、郊外の本社から街中のお旅所に越しを迎えるという形態が成立したとされるが、祇園祭、り、稲荷祭、り、松尾祭り、 お玉祭りに比べるとやや遅い成立と言える。15世紀から16世紀には、慶の町が、応仁の乱や、戦国の兵乱などに巻き込まれ、神社自体の荒廃もあって、今宮社の祭礼が中止されることも多かった。応仁、文明の乱では、今宮神社も消失したが、信種狂気によると、文明13年にはすでに祭礼が復活していたことが確認できる。 1593年に、豊臣秀吉は、今宮社のお旅所を再興し、三越一揆を寄進。中世には5月7日に進行が、5月9日に、観光が行われていたが、慶長12年には、観光日が5月15日に変更され、祭日は5月7日と5月15日となった。近世に入ると計織物の産地として、西人が台頭し、徳川幕府五大将軍、 徳川綱吉の聖母継承院の尽力で、今宮祭は、華やかさを取り戻した。継承院は、西人生まれの三子であり、今宮社に対する崇敬と西人に対する愛嬌の、念が非常に強かったという。毎年今宮祭りの日には、江戸の大奥で将軍と共に祭事を行ったとされ、1694年には、御儀社や保護を寄進したほか、祭事の整備や、 宇治国域の拡充、安らい、祭りの復興など様々な施策を行った。近世には、日時記事、年中行事へ巻き、花楽祭剣図などに、今宮祭りの様子が記録されており、1705年に描かれた、宝永花楽祭剣図には3本の矛を先頭にした、新高祭の行列が描かれている。17世紀の三越巡航路は、大宮通を軸として、 北大子通、上田中売通り、小川通、元西岸寺通りなどで組み立てられ、現在よりも狭い区域に限定されていた。近世の今宮祭は現在と似通った形式で行われていた。5月7日に3期の御輿が、県北などを従えて、宇治国域を巡行し、8日間お旅所に駐連。5月15日には御旅所から再び宇治国域を巡行し、 獄書で神事を行って本社に観光した。放実する十二本の矛護の他には、銀社などが列に加わり、御子中連中のおたび書は参経する事故でにぎわったという。県矛を出す、矛町十二町、祭礼の実施を財政的に援助する宿利基町六町、おたび書と獄書が所在する三町、持ち回りで祭礼を取り仕切る行事町はいずれも西陣地区に位置した。 両組は、寛永15年頃まではまとめて西陣組と呼ばれ、今宮祭りの維持、運営を中心的に担っていた。西陣以北の地域は、田畑が広がる農村地域だったが、やはり、今宮神社の主要な祭礼の一つである安来、祭りの運営を主体的に行っていた。西陣以南の地域が、今宮神社の宇治国一に含まれるようになった経緯は、不明だが、 継承院の今宮写真工作の一環だったとも言われている。1717 17年頃にまとめられた京都五役所向き対外覚え書によると今宮神社の宇治国域は東が堀川通、西は七本松通り、南は二条城、北は不明確だが概ね現一である。東側は上、古霊神社の宇治国域と西側南部は 北の天満宮の宇治国域と南側は八坂神社の宇治国域と接しており、西側北部は神谷川が境界となっていた。現在の行政区でいうと北区の南東部と上京区の西部にあたり、その中心にあるのが西陣地区である。お旅所は西陣の北端にあるが、今宮神社本社は宇治国域の中でもかなり北に位置しており、近世には 本社から遠く離れた西人の町組が今宮祭りの維持運営を行っていた。以下の表は近世に県鉾を所持していた鉾町の一覧であり、12の鉾町はいずれも西人地区に所在した。京鉾よりも千本鉾の肩が角が高く、御子巡行の際には御子に近い位置に並ぶ。京都市街地北東部における今宮神社の宇治国域。 西人を中心にして南北に長い。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成出展、今宮祭はみ越し出し、新港祭、観光祭、み越し納めの順に行われる。新港祭はおいで祭り、観光祭はお帰り祭りとも呼ばれ、御旅所での中連は御旅と呼ばれる。祭礼期間中のお旅所では、 湯立て祭りが行われ、参景者は、巫女が降りかける聖なる湯によくして、浮上を清める。お旅所に整列する三期の巫女し5月5日の新交際当日には、午前中に、今宮神社本社で、拝殿工が行われ、昼過ぎに、巫女が本社を出業する。車大工、剣保子旗、他社、獅子お車、長陳、先巫女、中心よ、大宮巫女、 宮司などの順序列をなすが、この順序は、近世後期以降にほとんど変更がないと考えられている。高峰信用以外の二期は、今宮神社東側の宇治国一期をめぐり、高峰三氏は千本通りを北上して、神社西側の宇治国一期をめぐる。千本に今宮からは三期が同じ通りを歩み、千本通りや北王子通などの大通りを通って、上京区に入る。 途中の北大子旧大宮交差点と千本、今出川交差点では台車に乗せていた御輿を人力で担ぎ上げて回転させる。一気を担ぎ上げるのには約50人の力が必要とされており、山頂の担ぎ手が協力して行う。一旦はお旅所に近づくが、さらに南下し、老山寺通を精神して千本通りを越える。 宇治湖範囲の生誕とされる七本松通りを南下し、北の天満宮の東300メートルまで接近する。今出川通や千本通り、寺の内通を通って、上京区の北西部を巡った後、夕方に上京区若宮横丁にある、御旅所にいる魚する。翌日の5月6日には御旅所で湯立て祭りが採行される。観光祭での阿久井新予観光祭は5月15日に、 最も近い日曜日に行われる。正午に御旅所で、拝殿校が行われ、昼過ぎに、御越が御旅所を出御する。新交際同様二列をなし、大宮通を南下して、寺の内通を通信し、堀川通を越えて、小川学区に至る。今宮神社と、宇治子範囲の東端は、堀川通とされ、堀川通伊藤は、上、五霊神社の宇治子範囲とされるが、 小川学区西部のみは今宮神社のう子範囲が突き出している。行列は小川通を南下し、元西岸寺通りを精神して、再び堀川通を越える。細い黒門通りを南下し、二条城まで数百メートルまで迫ると、下立売り通りを精神して千本通りを北上する。千本、今出川交差点では、新交際同様に、 台車に乗せていた御腰を人力で担ぎ上げて回転させる。再び今出川2を越え、京都市立唐区中学校北側の御書で県線の神事を行う。それまで御腰に宿らせてきた駅神を平白により移らせ、今宮神社本社までは御腰ではなく宮寺が運ぶ。御書での神事は最礼のクライマックスであり、参経するうじこにいぶされた駅神を外部に放つ。 役目を持つ。駅心を下ろした三越は、極所で二手に分かれ、大宮信与以外の二機は、精神して千本通りを北上し、大宮三越は等身して、大宮通は北上する。お旅所からは三期とも同じ通りを北上するが、大宮間宮で再び二手に分かれる。大宮三越は、北山通まで北上してから引き返すが、それ以外の二機は、大宮間宮で左折して本社に直行する。 今宮神社の祭礼には、今宮祭りの他にも、4月第2日曜日に行われる、安らい祭り、10月8日9日に行われる礼祭がある。国の重要無形民族文化財に指定され、京都の三大祭,祭に一つに数えられる安らい祭りは、今宮祭よりも質素で、参加人数も少ないが、観光ガイドブックなどでは、今宮祭よりも大きな扱いを受けている。 安らい祭りも今宮祭り同様に御霊会を起源とするという考えが定説だが今宮祭とは異なり鎮花祭りの要素が含まれる安らい祭りの宇治国域は今宮神社本社近辺のみであり今宮祭は西人の都市祭礼安らい祭りは農村の祭礼という性格の違いがある安らい祭りは小規模農村が主体の こじんまりとした祭礼だったが、昭和初期以降に、住宅地化が進んで参加者数が増加し、特に、西陣地区から移住した住民が参加するようになった、こともあって、計の三大記載に挙げられるほどの規模となった。ありがとうございます。